おはようございます。ムリドンです。先日、ライド中にハンガーが折れて壊れてしまったタイムのロードレーサーですが、ハンガーと一緒に壊れたリアメカの新しいものを取り寄せて直しました。から修理のついでにオーバーホールもやって、パーツもいくつか変えたので、今日はその辺を紹介しようかなと思います。まあ、パッと見て、すぐ変わったなってわかるのが、クランクですね。前は、ローターのツインパワーという、パワーメーターのついたクランクを使っていたんですが、カンパニョーロのコーラスのクランクに変えました。それからリアメカは、前もコーラスを使ってたんですけど、少し型番が違うけど、現行で11速のコーラスがあったんで、それに変えています。で、コーラスって、このプーリーが、ロッカーベアリングっていうのかな?ボールベアリングじゃないものを使ってるんで、プーリーだけスーパーレコードのものに変えました。から、細かいところで言うと、インナーワイヤーは BBB のテフロンコーティングのものを使いました。エンドですが、これはタイムの純正のものじゃなくて、ホイールスマニファクチャリングっていうメーカーが作ってる互換のもの。を使っています。精度かなり良くて、取り付けた後に曲がりがないかチェックしたんですけど、全く、問題ありませんでした。で、まあこの変わったクランクなんですけど、これクランクはカンパニョーロなんですけど、ちょっと変わったことをやってて、BB にクリスキングのものを使っています。ちょっと反対から見た方が分かりやすいかな。クリスキングの BB にカンパニョーロの 25mm 系のアクセルを入れるということをやっています。で、まあ、通常はこれできなくて、なんでこういうことをやろうかと思ったかっていうと、以前にクリスキングさんとライドした時に、まあ、クリスキングさんがシエロのフレームにカンパニョーロの5アームのウルトラトルクのクランクを使っていました。で、その5アームのウルトラトルクのクランクに、クリスキングの BB を使ってたんですね。で、もちろん、カンパニョーロ用の BB の発売っていうのはされてなくて、で、クリスキングさんに、これは、市販予定はありますかと聞いたところ、まあ、これは特別に作ったやつだから、市販はしてないんだよねっていうふうに言われたんですけど、まあ、その時は、ワンオフで一個作ったのかなぐらいにしか思ってなかったんですけど、後々考えたら、これやろうと思えばできるなということで、実際にやってみました。で、もちろんメーカー非推奨というか、無理やり入れてるんで、うまく動く保証はないんですけど、まあ今のところ、ガタつきもなく、特に問題なく使えてるような気がします。まあちょっとやり方とかは別の時に紹介しようと思います。細かいところでボトルケージも変えました。前は TNI の軽いやつ使ってたんですけど、これはスパカズのカーボンのものです。それからシートチューブの方はこれキングケージのやつですね。それからサドルも変えました。まあサドルしょっちゅう変えてるんですけど、これはヌークプルーフのマウンテン用のやつです。ちょっと表面がツルツルするんで、ここにバーテープ貼って滑り止めにしています。からサドルの下にガーミンのバリアという、リアが見えるレーダーをつけています。これここはサイコンみたいなマウントになってて、まあそれをサドルにクランプしてて。で、これで取り外しができるので、このところだけを他の自転車にもつけてあって、乗る自転車にこのバリアをつけれるようにして共有しています。フロント周りは変わってないですね。デダの0100シャロー、ハンドルバー、それからステムはニットのアルミの削り出しのやつです。バーテープは台湾のエクストリームというのを使っています。ここはフィジークとか、スパカズとか、リザードスキンとかのバーテープを作っている工場のプライベートブランドですね。あんまり売ってないんですけど、ちょっと今お試しって感じで使ってます。結構スティッキーな表面ですね。
そんなとこかな。あ、そう、それで、このガーミンのバリア、また改めて紹介しますけど、これ後ろから来る車を見ることができて、それがこの、純正のレシーバーで受けることもできるし、からサングラスのところにつけるスカウターみたいなやつがあって、そこでも表示ができるんで、これで後ろから車来るのがわかるんで、すごく便利です。おすすめなんでまた改めて紹介しようと思います。このホイールは新しいやつです。アンブロジオのエクセルライトというアルミのリムと、カンパニョーロのハブで組んだものです。これはまた別の動画で紹介しようと思ってます。カセットはコーラスの1225ですね、これは。1225がついてます。あと自転車関係なくて、ウェアをちょっと紹介しようと思います。まず一つがこのサングラス。僕目が悪いので、度が入ってないサングラスが使えなくて、いつもは OGK の度入りのサングラスっていうのを使っています。で、まあ一本しかなくて、ちょっと不便な思いをしてたんで、もう一本買い足すことにして探したんですけど、結構いいものがあったんで、これがそれなんですが、BBB の1万円ぐらいのサングラスです。で、何が、他のサングラスと違うかっていうと、これ外側のアクリル、これは、度が入ってない、ただの、まあ、色付きのアクリルなんですけど、内側にこういう風に別のレンズを入れることができます。で、これは街のメガネ屋さんで作ることができるので、ここの部分だけを近所のメガネ屋で作ってきました。レンズが6000円ぐらいだったかな。で、サングラスの方は1万円で、色付きのレンズが3枚ぐらいついてくるんで、その日の天候に合わせて選ぶことができます。これが一番薄いタイプです。他にももうちょっと濃いやつがあります。これなら僕みたいに度が入ってないと使えなくても、外側のところを自由に変えられるのでいいなと思って、買ってみました。まあ、若干なんかこうアジア人の扁平な顔に向けてない作りなんで当たったりするんで、まあ不快感はあるんですけど、まあいいかなと思って使ってます。から配信でもちょっと気になってるって言ったスイスのクオーレというジャージメーカーの冷パン、これ冬用なんですけど、これを試しに履いています。パッドとかも種類選べるんですけど、僕が買ったやつ結構パッドが厚くて、まあむしろ厚さが気になるぐらい厚みがあります。で、これはまあビブ、ここまでのビブなんですけど、下のところはレッグウォーマーをまた別で、履いています。これなら結構名古屋ぐらいの寒さだったら真冬でもいけるんじゃないかなっていうスタイルですね。そんなわけで今日は直してオーバーホールしてパーツを変えた自転車とから最近使っているウェアの紹介でした。ご視聴ありがとうございました。ムリドンでした。